領海市は中華人民共和国領年省金州市に位置する研究市。寝台に設置された西棄県を前身とする。1993年6月にしのげ海市と改編された。中国領年省の西南部に位置する研究市。場所は北緯40度48、41度26、東経120度42、121度45の間。地図上では、 夕方の牧海と隣接し、陸では隣に、小足島市、板金市、栄光市の中では、ほぼ、牧海から陸に上がる回路の一番奥に位置している。近州湾と両親高速道路が近くにあるため、沿海開放都市としては、物流アクセス面で便利。思想面積は2555平方キロメートル、中に、農業用地は約11.5万ヘクタール。海市は、 北温帯に位置しており、温帯季節風大陸型気候。四季がわかりやすく、日照時間が十分で、年間平均気温は8.7度、年間降水量は610ミリリット。霜がない日にちは160から180あり、年間日照時間は2700時間余りある。四海道弁辞書、13鎮、2民族鎮、2強を管轄する。 大篠の川街道弁事所は新郎に設置されており、人口は8.11万人、面積は46.9平方キロメートル、下には11の尺居民委員会があり、新し県、外房、西木し毛、建設、南山、丹前、新郎、文化、西木東、普賢、両南新区となっている村民委員会は8つあり、両東、両南、両南篠の西、篠の北、 篠の下下は、斎谷、大西木、乱家となっている。近城街道弁事所は東湖に設置されており、人口は4.02万人、面積は87.2平方キロメートル、下には7つの尺居民委員会があり、東外、南外、北外、鉄新、鉄北、東新、東湖となっている。村民委員会は唐湖、西花、東明、西北明、遼山、 洋夏や東志号超復興三段の9つがある。市の工業企業は298社。そのうち市営工業企業は52社。業種は軽工業、化学工業、防食、洋服製造、製紙、印刷、機械設備と電力設備、食品ほか。主な生産物は衣服、玄関、セメント、加工岩、未生成地を、酒、 赤い電ガ、ファンモーター、電気モーター、陶磁器、照明器具、VF プラスチック粒と防火板、樹脂研磨器具、硫化ソーダ、木綿、毛皮など。中には30項目の生産品は国家の空白を埋めたなど多様な需要にも対応できる。了解市は農業が盛んで、了年省の重要な農業生産品産地の一つである。市の農業用地は、 約8万ヘクタール。生産量は年間50万トン以上。主な農生産物はトウモロコシ、米など。野菜の生産量も増加する一方で、なおかつ種類が豊富で、生産面積は約7000ヘクタール。年間の輸出量だけでも1000トンを超える。量開始の地質と気候は果物にも適していて、果物の生産面積は1.8万ヘクタール。 果樹は1131万本で、年生産量は約6万トン。リンゴ、梨、アンズ、スモモ、モモ、ブドウ、なツメなどの30余りの品種を生産している。海沿いはしのげ海士の有利な地理条件の一つ。魚、エビ、カニ、貝類など、水揚げできる水産品は豊富。中でも質がいいのは、ボラ、コイ、テナガエビ、コエビ、クラゲ、ハマグリ、 ランハマグリ、太平広カタツムリ、ホタテガイ、ホラガイ、カニなど。年間の水揚げ量は約4万トン。クラゲ、ハマグリ、エビなどを日本やアメリカ、韓国、ロシアなどに輸出している。市の沿岸部でエビを養殖する人工浜は約4226ヘクタールあり、年間水揚げ量は約9000トン。これは、両年省の中では規模が 大きい方である。淡水魚の養殖は主に濃い、シナモクズガニなどで年間水揚げ量は1000トンに近い。広い草原と豊富な農産物に恵まれて牧畜業に適している。生産品は豚、牛、羊、鶏、アヒル、カモ、鶏、食用犬、鹿、天、ウサギ、キツネなど65種類あり、肉の年間総生産量は約4万トンに上る。 卵類は3600キロ生産され、牛乳や蜂蜜なども多く取れる。特に近年、両海市の第三産業が発展している。両海市は東北から関内に入る通り道であり、京新鉄道と高速道路、西気象鉄道、西気屋航路などのいくつもの主要道路が市を横断している。市には駅が9個あり、試験級以上航路は12本あり。 長さは300キロ余りある。アクセス面では、とても重要な役割を果たしており、水路と空港も近く便利。金州港には30キロ、金州空港には30キロ。新しく建設される、予定の金州湾国際空港には20キロしか離れておらず、優位を占めている。商品の流通は活発で、年間市場小売り総価格は7億元に達する。市には、 農産物専門市場、自動車市場、家畜市場、軽工業など専門市場30個あり、年売買価格は約6億元に上る。両海市は、渤海の両島湾に位置しており、市所有する海岸線は68.7キロ、海岸湿地は1.7万ヘクタール。フグ、エビ、カニ、ナマコ、貝類などが生息している。両海市は、黄金、石炭、 高準度、花崗岩など金属と非金属の鉱物資源が20種、あまり採掘できる。市の農業用地は9.4万ヘクタールで、草原面積は5万ヘクタール。ありがとうございます。